日本でもアメリカ軍の動きが活発化しています。ウクライナ侵攻から対中極政策の強化でしょう。今回はグアム基地へに追加配備された B-5 に戦略爆撃機に焦点を当て、詳しく見ていきますね。習近平は逆に追い込まれたのではないのかな。2022年2月27日、先月の1月30日以来およそ1ヶ月ぶりとなるミサイル発射を北朝鮮が行った模様だと報じられ、すでに日本海に着弾としたおぼしき、そのミサイルについて、韓国やアメリカと同様に、日本でもその種別の分析を急いでいる。2月に中国の北京で行われていた冬季オリンピックの開催期間中は、鳴りを潜めていた北朝鮮だが、その閉幕後に、早くも今年多発させていたミサイル発射を再開させた可能性があり、今後の動向を留意する必要がありそうだ。折しも、2月24日に不幸にして、現実のものとなってしまったロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻に、世界の耳目が集中する中、このタイミングで、北朝鮮が何を目的にミサイル発射を強行したのかが気になる点ではある。しかし、不謹慎を承知で、あえて個人的な感想を述べれば、散発的で恣意行為に過ぎない北朝鮮のミサイル発射に対し、装備の質、量ともに大幅にウクライナ軍を上回るロシア軍の侵攻を目の当たりにし、その感覚的な脅威には差を感じざるを得ない。大量破壊兵器としての核兵器の威力と、まるで対話が成立しそうにない北朝鮮の動きは確かに不気味ではあるが、対地ミサイルや装甲車両、戦車などによる通常兵器で多方面から国土への攻撃を受けるウクライナの現状の方が危機的に見える。現在ほどあらゆる情報が即時に世界に拡散されてしまう時代にあって、むしろそれゆえに、当事者の国家筋のみならず、単なる一個人までが、真偽不明な情報を発信できる、インターネットの存在は、まさに、諸刃の剣の様相を呈してきている。西側諸国の大半が、ウクライナ情勢に、直接的な軍事力による支援を行えない中、国益にかなうとなれば、各地での紛争に、軍事介入を厭わないアメリカであっても、今回のケースでは、さすがに、ロシアに面と向かっての対応は、できていない。しかしながら、先月1月に、太平洋方面においては、稀有な動きを見せており、15日には、核弾頭を搭載する、アメリカ海軍のオハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦8番艦の、ネバダをグアム島に入港させ、実に、これは、同級潜水艦としては、2016年以来の出来事だ。また、同日には、同じく、アメリカ海軍の航空機、ボーイング E6 マーキュリーも、グアム島に着陸しており、同機は、先の、ネバダ島の弾道ミサイル原子力潜水艦の核攻撃に際して、その指揮統制を担う機体であることが、知られている。このオハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦、ネバダと、ボーイング E6 マーキュリーが、グアム島に、異例な姿を見せたことは、前述の北朝鮮による、ミサイル発射に対する、アメリカ軍の牽制の姿勢を示す、ものとも解釈されている。さらに、この今月の2月9日には、アメリカ本土から、同国空軍の総勢4機の B-252H ストラトフォートレス戦略爆撃機が、グアム島のアンダーセン空軍基地に到着しており、同機もまた、核爆弾の運用が可能な機体として、その存在に注目が集まっている。つまり、現状では、グアム島に、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦、ネバダ、1隻と、
B-252H ストラトフォートレス戦略爆撃機4機が集結しており、アメリカ軍が保有する海軍と空軍の核戦力がその地で待機する状態となっているのだ。アメリカ軍が保有する核兵器の運用手法は、弾道ミサイル原子力潜水艦の SLBM によるもの、戦略爆撃機に爆弾として搭載するもの、アメリカ本土の発射基地に大陸間弾道弾として存在するものの3種類となっている。今回、これらのうちの弾道ミサイル原子力潜水艦として、ネバダが戦略爆撃機として B-252H ストラトフォートレス4機という2つの核兵器戦力がグアムに揃った形となったわけだが、この2つの兵器には大きな相違点がある。それは、搭載する核兵器の種類であり、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦、ネバダは、SLBM として、トライデント D5 を実装しているが、これは、最大射程距離が約11,000km とも言われており、ほぼ、地球上のどの海域からでも、敵への攻撃が可能だ。このトライデント D5 の最大射程距離約11,000km という数値は、グアム島周辺海域でなく、アメリカ本土の沿海部からでも、大半の地球上を攻撃範囲内に収めており、本来であれば、グアム島まで進出する必要は薄い。これを実装するオハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦、ネバダが、極めて異例なことに、グアム島に入港したと、公表したことの意味を考えれば、それが北朝鮮や中国、ロシアへのアメリカの牽制行動であると見てよいだろう。B-252H ストラトフォートレスは、なんと、現在の2022年から67年も、前の1955年から運用が始められた戦略爆撃機であり、1991年に、旧ソ連が崩壊するまでの冷戦時には、24時間体制で核攻撃を担う戦力として運用されてきた。また、B-252H ストラトフォートレスは核兵器運用のみならず、約16,000km 以上の長大な航続距離と16トン以上に及ぶ爆弾搭載量を活かして通常兵器を用いた爆撃にも使用され、幾多のアメリカの戦争に投入されている。古くは、1960年代のベトナム戦争における北部ベトナムへの爆撃、1990年の湾岸戦争におけるイラクへの爆撃、2001年のアフガニスタンにおけるタリバン勢力への爆撃、2003年のイラク戦争におけるイラク軍への爆撃などである。アメリカ空軍では、B-252H ストラトフォートレス以降も戦略爆撃機の開発と採用を進め、可変翼の B-1 ランサーや全翼、ステルス構造の B-2 スピリットなどを投入しているが、それらが全ての B-252H ストラトフォートレスの代わりとはならなかった。これには近年の戦闘機の多様化も影響しており、それらが戦闘攻撃機や戦闘爆撃機として、従来戦略爆撃機が担ってきた一部の任務を代替可能となったことが大きいといえ、巨大な戦略爆撃機の運用用途が限定的となったことは否めない。ただし、それゆえに、対高価な新型の戦略爆撃機で、既存の B-252H ストラトフォートレスを全て置き換える必然性も同時に薄れた状態となり、堅牢で、信頼性が、高く、運用による費用対効果も高い動機が長期間使用されることにつながっている。アメリカ空軍では B-252H ストラトフォートレスよりも後に採用した戦略爆撃機である B-1 ランサーや B-2 スピリットを2020年代中にすべて退役させて、新型のチョン翼、ステルス機の B-21 レイダー、
との2機種で対応する方向としている。これによって、B-252H ストラトフォートレスは、機関部の換装を75機に施し、100機の新規調達が予定されている B-21 レイダーとともに、少なくとも2050年代まで運用される見込みであり、なんと1世紀にわたる運用が行われる可能性がある。かつては、グアム島など、アメリカ本土以外の空軍基地にも配備されていた B-252H ストラトフォートレスだが、近年は、中国軍が配備を開始した中距離ミサイルが、同等を射程距離に収める可能性も発生しており、活躍の場狭まってきている。今回、その危険性を押して、再び、グアム島に、アメリカ空軍が、B-252H ストラトフォートレス4機を進出させた背景には、北朝鮮をはじめ、中国に対する牽制の意思表示の側面が大きいと思われるが、効果のほどは、まだ何とも言い難い。